鳥取県境港市水木しげるロードに設置されているキジムナーのブロンズ像。キジムナーは沖縄諸島周辺で伝承されてきた伝説上の生物、妖怪で樹木の精霊。聖魔、聖魔具、ブナンガヤン、ブナガイ、道端、ハンナンミー、アカガンダーなどとも呼ばれる。人から恐れられることはあまりなく、体中が真っ赤な子供あるいは赤髪の子供、 赤い顔の子供、長髪で、全身もだらけの姿で現れると言われることが多いが、また、手は、木の枝のように伸びている、一見老人のようだがよく見る時そのものである、などとも言う。土地によっては、大きくて真っ黒いもの、大きな高眼の持ち主などとも言う。飛び跳ねるように歩く。男女の性別があり、大人になって結婚もすれば、子供を産んで、家族連れで現れる。 あるいは、人間の家にとつぐこともあるなどとされる。川でカニを取ったり特に魚の左目、または両目が好物で、きじむなあと、仲良くなれば、魚をいつでももらえ、金持ちになれるともされる。また、グル君の頭が好物だとも言う。海に潜って、漁をするのが得意であっという間に、多くの魚を取る。また、水面を駆け回ることができ、人を連れながらでも水上に立てる。 一方で人間の船に同乗して共同で漁を行うと伝えられ、他にも作業の手伝いをして褒美にご馳走をいただく、夕食時にはかまどの火を借りに来る、年の瀬は一緒に過ごすなど人間とはご近所的な存在であるといった伝承が多い。キジムナーと共に漁をすると立ちどころに船が魚で溢れるほど魚が取れるが、前述のようにキジムナーは 好物の魚の目玉を食べるので、取れた魚は必ず固めがないという。人間と敵対することは、ほとんどないが、住処かの古木を切ったり敷いたげたりすると、家畜を全滅させたり、海で船を沈めて溺死させるなど、一食べ恨みを買えば、徹底的にたたられると伝えられる。赤土を石灰に見せかけて食べさせる、木のほらなど到底入り込めないような狭い場所に、 人間を閉じ込める、寝ている人を押さえつける、夜道で明かりを奪うなどのいたずらを働くとも言う。出入りが自在でどんな小さい隙間でも出入りが可能と、される。東北地方の座敷同時に近い伝承もあり、木地村に木に入られた家は栄え、反対に嫌われた家は、滅びるとも伝えられる。タコ、鶏、厚い鍋豚、へを嫌うので、木ナーと縁を切るにはこれらのものを使うか、 キジムナーの宿っている木を焼いたり、釘を打ち込んだりすると良いという。ただし、ある老人がキジムナーと仲良くなった後、しばらくしてキジムナーを気味悪く思ったのでこのような方法で追い払ったところ、その老人は3日後に死んでしまったという話もある日に、関連しているという説もあり、旧暦8月10日にはキジムナー美が出ると言って見物人が出たという。 屋敷の古木に尾花を結んで、木の下に立てると現れないとする。また、原因不明の開花もキジムナーの日によるものと言われ、家の屋根からキジムナーの日が上がると、死の予兆とされた。昭和以降も、沖縄の子供たちの間では、キジムナーの足跡を見るという遊びがあった。それによれば、静かで薄暗い場所に縁を描き、小麦粉などの白い香巻き、 縁の中心に線香を立てて火を灯し、呪文を唱えて隠れてから二0数えて、元の場所に戻ると、粉の上にキジムナーの足跡がついているという。なお、民族学上、八重山諸島には、キジムナーの伝承は確認されないが、現在では、沖縄県の妖怪、精霊として、全県的に定着している。ありがとうございます。